そうですね、まあ、入りがとにかくこう良くなくて、で、なんだろう、トランジションとリバウンドのところで、まあ、一番やられたくない部分でこう簡単に相手に点数を与えてしまっていたところで、まあ、そこをしっかり修正できれば、まあ、ハーフコートでしっかり守って、いけるっていうのは本当にもう、分かっているので、そこをもっと、試合の入りから高いエナジーで、表現しないと、いけないと思うので、こうスタートで出ているメンバーはそういうところも、本当に反省だなと思うので、明日しっかり修正してやっていきたいと思います。はい、そうですね、まあまあ、最近あんまりシュートタッチが良くなくて、で、まあ、シュートを躊躇しがちなこうメンタルになっている部分も あったんですけど、まあ、最後は、まあ、点差もそうですし、こう思い切って、まあ、打ってでしっかり入ったんで、まあ、そこは良かったなと思うんですけど、まあ、明日は本当に最初から、しっかりと本当に思いっきりよく何も考えないで、打ちまくるぐらいの気持ちでやっていきたいなと思います。まあ、個人的にはあんまりなんだろう、内容は良、くなくて、で、まあ、最後の方、まあ、ルーズボールだったり、まあ、そういうところでハッスルできた部分もあったんですけど、まあ、入りからもっとチーム全体としてそういうプレーを、相手を上回るエナジーでできれば全く違う展開に明日になると思うので、入りから、しっかりと明日やっていきたいなと思います。はい、今日は、まあ、残念ながら勝てなかったんですけど、まあ、自分たちのハーフコートディフェンスだったり、まあ、通用するっていう部分も、みんなが理解してますし、まあ、今日出た反省をしっかり修正して明日しっかりと勝ち切りたいと思うので、明日も応援よろしくお願いします。 GO! B GO!